ジャバリアは、パレスチナ自治区のガザ地区の北ガザ県の県と。2014年7月1日の人口は21万2900人で、ガザ地区で3番目に、パレスチナ自治区で4番目に大きい。ガザ市の約4キロメートル北に位置する。紀元前8世紀、集団墓地が建設された。14世紀前半、バーリアサのガザ知事のサンジャル・アルジャウリが、ジャバリアを治めた。 1517年、パレスチナ全域がオスマン帝国に編入された。1596年時点で331世帯が住んでいた。1863年、フランスの探検家のヴィクトル・クエリンがモスクの破片を発見した。1883年、パレスチナ探検基金の西パレスチナ調査によると、ジャバリアは大きなアドベノ村と記録されている。 1922年、イギリス移民統治療パレスチナの調査によると、人口は1775人で、全員がムスリムだった。インクリーシング・イン・ザ・1931センサスーに、425、スティール・オール・ムスリムズ・イン・631・ハウジズ。1945年、人口は3520人に増加し、全員がアラブ人だった。 耕地面積は11,497ドゥナムだった。そのうち13.8ヘクタールで、柑橘類やバナナを100.9ヘクタールで、灌漑農業を103.6ヘクタールで穀物を栽培していた。10.1ヘクタールは建設用地だった。2006年、イスラエルの侵略に対して大規模抗議が発生し、イスラエル軍が破壊する予定の家を守って、 人間の盾が作られた。ジャバリアは男性にハ販音量が平均より多い。カナダ系パレスチナ人の小児科、肥料機械のジェハド・アブダイアは、イトココンによる血縁がこの原因であると述べた。ありがとうございます。